どうもこんにちは、ジーンズショップ大和岡崎明大寺店の影山です。今日ですね、ベルトの方を紹介していきたいと思うんですけれども、今日はですね、ホークカンパニーのですね、ファイヤーマンバックルベルトというですね、ベルトをですね、紹介したいと思います。これです。ちょっとですね、バックルに特徴があるベルトなんですけれども、これはですね、昔のですね、イギリスの消防士さんのベルトをモチーフにした、ベルトになります。はい。でこちらのファイヤーマンベルトです、バックルベルトなんですけれども、これ特徴がですね、2つありまして、まずこちらのバックルの使い勝手がすごくいいという、ことなんですけれども、どんな感じで外すかをですね、ちょっと見てみましょう。こんな感じです。すごくですね、早くですね、取り外しができるバックルになっています。消防士さんの、ベルトということで、やっぱり消防士さん時間に追われますので、すぐ外せれるようにということで、こんな形でこれこう下を外すことによってすぐ外れるよというベルトになっています。とあともう一つですね、特徴がありまして、こちらのベルトですね、ブライドルレザーという、レザーを使っています。でこのブライドルレザーっていうのはどういうことか、どういうレザーかと言いますとですね、もともとですね、バグに用いる、皮革なんですけれども、こちらの革にですね、何重もですね、ロウをですね、何度も塗り込んで、耐久性を高めた、革になっています。こちらがですね、やっぱりこれの特徴としてましてはですね、まずこうちょっと見えるかな、ちょっと白っぽいね、こういう粉が吹いているような感じになるんですけども、これがですね、どんどん、吐き込んでいただくとですね、光沢感が出てくるですね、エイジングになっていきます。ちなみに僕がこのブライドルレザーを使用した、これ同じホークカンパニーで買ったやつなんですけど、これ3年前ぐらいかなの、キーケースなんですけども、ちょっとね、光沢感が出てます。こんな感じね、こう使い込んでいくとこんな感じになっていきます。はい、こういう、レザーを使っている、ファイヤーマンバックルベルト、ぜひですね、店頭でお試しいただければなと思います。こちらもですね、来月のですね、バレンタイン用にですね、また、お選びいただければなとは思いますので、ぜひ店頭の方でご検討ください。365日ジーンズで遊ぼう、大和で遊ぼうをご覧いただきましてありがとうございました。